それではですね、17週目、4月22日から26日までのテクニカル見通しでございます。えー、介入の恐怖は全く過ぎ去らないんですけども、今回はロットを通常よりも落としてですね、まあ半分ぐらいに落として、介入がないものと思って1週間を過ごしていこうと思います。そういう意味で言うと、ちょっとチャレンジしていかないと、まあこのままね、ずっと見ていても仕方がないですから、少し少しやっていきましょう。 いずれ介入は起きると思いますけども、その時までずっと見てるわけにもいかないですからね。はい。えー、あくまでもロットを落としながらです。そして今週はですね、月から木までは結構おとなしいんですよ、うん。大した材料ありません。で、金曜日だけが、この上田総裁出てきてね、えー、記者会見15時30分くらいからやりますので、ちょっと荒れるんではなかろうかと思っております。はい、で、ご覧のように週足を見ると、すでに こちらの152円ポイントをブレイクして上の方に伸びていますから、基本的には倍の方向に行くんではないかなってこと。で、えっ、ー、と、三平、赤三平ですけども、一つ目が短いですよね。二つ目が長くて三つ目も長いと。上髭も出ていない。まあ、下髭もないですけどもね。まあ、そういうところで、えー、今週17周週目も、まあ、上の方にね、伸びていくってことが大前提になります。これがテクニカルの考え方ですね。まあ、あの、こういうふうなね、 アセンディングトライアングルを破ったと言ってもいいでしょう。アセンディングトライアングルからブレイクする。ね。そういうふうな形に見えます。じゃあ次は、冷足ですけども、冷足はどのようになっているでしょうか。はい。まあ、足も同じですよね。ここをブレイクして上に伸びている。そして、下髭は出ているけども、上昇する勢いを止めるものはないので、このまま17周目も 基本的には方針は倍ですねそして移動平均線とローソク足の関係もずっと上昇トレンドを書いているというふうに思っていいでしょう帰りと、まあ、くっつきとかはね繰り返していくって形になりますで4時間のテクニカル解説ですけども下ひげ大きく2つ出してますねつまり下に行くエネルギーはその都度否定されてるってことなんですよあとは こちらの方をブレイクしたら、150円の690ですか。この辺あたりをブレイクしたらね、上にまた伸びていくというところを見ていけばいいのかなというところですね。ここね。あの、月曜日、火曜日にかけて、ここをブレイクするかどうかによって、エントリーのポイントが測れるってことになります。で、最後1時間軸を見ますね。はい。今のところ、 上の方に蓋がされている状態ですから154円のねこの680とか700あたりを抜けて上に行ったらそこに合わせてエントリーという、まあ、そういった形でいいんじゃないかなと思います、まあ、これがテクニカルの解説になりますね、はいえー、でエントリーする際は普段よりもロットをちょっと弱めに行きましょう、まあ、それはやっぱりね介入によって一気にねドカーンとくるかなっていうのを無視できないからなんですよ まそれを抱えながらやっていくことになると思いますえ。そしてですね、トリガーはそれぞれもうかける方はご自身でかけてください。あまりこれをね、強調してね、トリガーってのは結局戦略でも何でもないんですよ。うん。単なる爆弾を仕掛けとくって形ですからね。しかも、割のいい爆弾を仕掛けるっていう程度のもんですから。あまりこの場では推奨しません。はい。ということで、17週目ですか。テクニカル見通しは以上でございます。